聖マリア、聖ヨハネシュ教座聖堂内部所女、聖マリア教会チャーチオブストリート、メアリーザバージンフィリピン聖公会、またはフィリピン監督教会は、フィリピン共和国にある聖公会で、アングリカンコミニオンに属する独立した管区である。ルソン島とミンダナオ島に7つの教区があり、本部はゲソン市にある。信徒数は、推定12万5000人。フィリピンで、 初めての聖公会礼拝は1898年にスペイン軍を駆逐してフィリピンをアメリカ合衆国の植民地化する過程でアメリカ軍付属チャプレンであるチャールズ・ピアス司祭により取り行われた。最初の洗礼は翌々年に中国系フィリピン人へ行われている。1901年フィリピン諸島宣教地区がサンフランシスコで行われた。 米国政公開総会により決議されて、翌年チャールズ・ブレントが主教に性別されて着任している。彼の後任はフランク・モ社、主教であった。最初のフィリピン人聖職者としては、エドワルド・ロンギット、アルベルト・マスフェル・マーク・スルエンが1937年に、出自に、翌年、ロンギットとマスフェル・テが主催に、暗衆を受ける。1937年、 新ナ地で行われた米国聖公会総会ではフィリピン諸島選挙地区は米国聖公会の下でのフィリピン聖公会への昇格が決議された。1942年日本聖公会東北地区のノーマン・ビンステッド初代主教がフィリピン聖公会の第三大主教として着任し、同年末には 日本軍のフィリピン侵攻が始まり、すべての米国人選挙士は収容所送りとなった。しかし、日本語ができる司教がいたことはこれら選挙士たちへ、親援の配慮であった。フィリピン聖公会は二人のフィリピン人、ロンギット司祭とマスフェッテ司祭に任されることになった。日本軍からの解放後には、フィリピン聖公会は大部分の建物を失っていて、ビンステッド司教は、 マニラの主教座聖堂の土地を売り、マニラ郊外のケソン市に18ヘクタールの土地を買い、そこに主教座聖堂、セール改良、センターセンター、その他の教会関係の施設を移転させた。ボントック近くのサガダにあった聖アンデレ人学校を1947年にここへ移転して、1953年には校舎が完成、1960年にはチャペル、図書館、 寮も完成した。ライマンオジルビー第四大主教によりフィリピン化は着々と進められた。1959年には戦後の神学校一期生のベニートカバンバンが補佐主教に暗守されている。1964年、神学校の第一期生であったロンギット司祭も補佐主教に暗守された。1967年にはカバンバン補佐主教が 第五代フィリピン主教に着座し、最初のフィリピン人の主教となった。1971年に一つだった教区を三つの教区に分けるのが承認され、各教区はフィリピン人の主教、すなわちカバンバン主教、ロンギット主教、コンスタンシオ・マングラマス主教であった。1991年5月1日、フィリピン聖公会は米国聖公会から分離されて、 アングリカンコミニオンとの独立した管区となった。本部は第二次世界大戦後にマニラからゲソン氏へ移った土地の聖マリア、聖ヨハネ大聖堂である。信徒数は推定12万5000人。イエスの復活信仰の確立ナザレのイエスの死を通しての食材信仰の確立主イエスキリスト信仰の確立終末信仰の確立については、 プロテスタント・キリスト教としての信仰の確立の歴史を参照。聖書は神の言葉という信仰の確立については旧約聖書神の言葉として成立した聖書の歴史を参照。フィリピンは長く続いたスペイン植民地でカトリック大国であるがフィリピン聖公会宣教の中心は他のプロテスタント宗派の教会と違いフィリピンのカトリック信者を 聖功会教会員として転校させるのではなく、未信者を信者へ、特に、ルソン島の山岳部族であるイゴロット族の人たち、また、マニラの中国系、ファイリピン人たち、ミンダナオ島のイスラム教徒たちへ向けているのが、昔戦況地区になった当時からの特徴である。教区は7つあり、ルソン島に5つ、ミンダナオ島に2つである。ビサイア諸島には、セブに8番目の教区を、 設立計画中である。フィリピン聖公会は、聖アンデレ人学校、ブレントインターナショナルスクール4校、セール改良センターと付属の看護師養成所も、経営している。フィリピン聖公会はアングリカンコミニオンにも属し、フィリピンキリスト教協議会のメンバーで、世界教会協議会の一員でもある。乙女、マリアより生まれたイエスナザレのイエスは死んだけれども、蘇った。 ナザレのイエスは天に昇っていってから神の右に座った聖書は神の言葉だと信じる。指導者が聖霊に満たされて語る言葉は神の言葉とされているので聖霊に満たされて書かれた聖書は神の言葉である。ありがとうございます。